連れてきてくれたか。よし、それじゃあ始めるとしよう。何を始めるの？よし、いよいよ実験開始ってわけですね。それでどんな実験なんですか？こいつらを使って改造妖怪を作るのだ。恐ろしいことさらっと言うね。改造とかって言葉の響きにはワクワクするけど。ウサピョン、ウサピョンが震えてる。さすがにそれはまずいんじゃないかな。まずくない。実験の役に立てればこいつらも喜ぶはずなのだ。それは違うダニ。きっと怖かったダニ。だから実験室を逃げ出したんだに。うるさいうるさいうるさい。私の邪魔をするというのなら排除しなくてはいけないね。許せないダニ。実験動物には優しくするダニ。ウサピョン、まあでも実験動物だったからな。いやー、そうなると思ったわ。破れかぶれ院長来たか。しこう。よし、まず技。おりゃ。よし、揃った。珍しく早めに揃ったな。で、チェンジ。ちょっとチェンジしよう。お払い。よし、お払いかのよう。あ、またハート来たよ。これ狙えるのかな。あ、またこうやってやるのね。うわー、初代妖怪ウォッチを思い出すな、これ。やばいやばいやばい、また来たまた来たまた来た。カラス天狗の必殺技が入らねえんだよな。早送り。いいね、かわして。よし、かわしたぞ。でちょっとウサピョンを前に出すか。やばい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 、ハートがあった。オッケー。みんな攻撃しちゃってハート狙った方がいいのかな。あ、狙うことできない、そもそも。おっしゃ、ウサピョン。チェンジ。あー、サボらないで。お、またハート来たぞ。ハート来たね。これを多分あのミスってると回復されちゃうんで。あ、さあスライダー玉来た。経験値玉。おい、ちょっと待って、一発であんな食らうか。ベーダーモード。ベーダーモード来てもな、やばいことになってる。相手に使う。待ってよ。ちょっと今テンパってる俺。いきなりそんな強烈な一撃が来ると思わなかった。モテモテンの必殺技なんだったっけな。うわー、ちょっと待って、ウサピョン。モテモテン多分回復系じゃなかったっけな。急いで。おいー、やられた。やべ、技が来る。お、なんかくれたよ。陽気ゲージを満タンのやつだ。よし、いった。いや、ボス強いな。経験値やばい。経験値やばいね。なんかお金もすごいことなってるし。なぜお前がそんなに熱くなる。ミーは昔実験動物だったんだに。あ、ついに認めちゃったよ自分で。
でも博士は絶対ミーが嫌がることはしなかっただに。そうだに。博士はいつもミーに夢を聞かせてくれただに。ミーと出会った記念日にはケーキも買ってきてくれただに。なんていう友情なんだ。いいなあ友達。私はずっと一人だったからな。なわけないだよ。何言ってんだに。実験動物妖怪たちはユーの友達だに。わ、私は友を亡くすところだったのか。許してくれ実験動物妖怪たち。もう実験動物っていうのやめてくれよ。もうほんと泣くなだに。わかりゃいいだに。いや物分かり良すぎだな。みんな物分かりがこれだけ良ければね、争い事とかも起こんないんだけど、私はどうも研究に集中するあまり大切なものを見失う癖があるようだ。あ、そういえばなんか奥さんともね、なんか別れちゃったんだよね。これまでにもいろんなものを失ってきたような口ぶりですね。だけどこいつらだけは守りたい。自由にしてやりたいんだ。だから最後の頼みを聞いてくれ。私を海岸に案内してほしい。ユウ、思ってたよりいいやつだに。確かに。案内するだに。ミーたちついてくるだによ。誘われてる。これでお前たちは自由だ。海に放してあげるんだね。淡水魚だったらどうすんだろう。泣いてなどいない。これは海水だ。海水が飛んできたのだ。そうだ、さっさと行け。元気で、元気でやっていくんだぞ。いつかまた会おう。ダニー、大きくなるダニーよ。ちょっと、え、何この感動的な雰囲気。あ、いいんじゃねえのじゃない、あれ。よし、あれで試してみるとしよう。これが成功したらきっとボスも喜んでくださる。いいんじゃねえのじゃねえか。君たち世話になったね。これは私からの感謝の気持ちだ。お、18号。それはまさかヌーじゃないっすか。ああ、エイリアン誘拐事件の特集号だ。やっぱり私はこういうものに惹かれるようでね。まあ確かにそういうマッドな見た目してますしね。え、マッドな見た目。ありがとうダニー。まあまあ何せよサンキューベニマッチダニー。いや長かったこのクエスト。めちゃくちゃボリュームあったね。変ダニー。お、ルーレット。えい！鉄のこけしよく当たるな。お、リンクしたね。はい、ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。そろそろ妖怪ガシャを回していきたいなと思います。ケータくんが S ランクがたったの1体しかいないんで、ケータ剣で回していきたいなと思うんだけど、実はケータくんね、メダルも、じゃないな、コイン持ってないんだよな。稲穂ちゃんはスペシャルコインとかね、大盤振る舞いセットがあるんで、稲穂ちゃんで回そう。はい、ご視聴ありがとうございました。